よろしくお願いします。山口と申します。で、まあ、私は社会人2年目で後輩が入ってきて初めての、まあ、お給料で、まあ、ウハウハしてるんですけどあの、まあ、今回紹介する本はその、まあ、社会人になってちょっと仕事職場と、まあ、自宅の往復ばっかりでちょっと視野が狭くなった自分にぴったりだなと思った一冊を紹介したいです。東野圭吾さんのサイエンスというエッセイですね。こちらをちょっと紹介したいと思います。で、まあ、今まで私が東野圭吾はガリレオをドラマで見てたぐらいで、まあ、別にファンっていうわけではなかったんですが、まあ、友人の東野、まあ、オタクがいらっしゃいまして、まあ、紹介してもらって読んだんですけど、まあ、東野さんってどういった方なのかっていうと、エンジニアで、そこから作家に転身された理系作家さんなんです。でまあ、大学も、大阪府立の工学部でもうガチガチの理系だったんですけど、その理系の方が、まあ、文系 の、まあ、あの定番というか王道の、まあ、作家になって、理系の脳みそで、まあ、その世の中の題材にしていくものだったりとか自分が日々感じていることっていうのを、まあエッセイ集としてまとめた一冊です。ダイヤモンドループとか本の旅人、角川さんの文芸雑誌とかでこう連載してたものを、まあ、加筆修正してオリジナルでこう仕上げた一冊になっていて、頭いい人と喋るとすごいドキドキワクワクする経験って誰しもあると思うんですけど、それが本で味わえるっていうのが私すごいこれ感動して、本当は頭いい人ってこうやばいなみたいな。こうで理系なのですごい分析力だったり、まあ、構築力、仮説立てたりで そこから導き出される結果とかいうプロセスでも完全に考え方はなんか理系ですごいこう順序立ってロジック立ってるなっていう感じなんですけど、まあ、作家さんなのですごい分かりやすいんですね。で、まあ、私はもろ文系で大学も法学部なんですけど、まあ、それでも全然理系の知識がなくても読めたっていう一冊ですごい痛快でした。で、まあ、どんなまあ、お話があったかっていうと、まあ、男女の脳の違いとか男女の誤解はなぜ起きるのかを脳科学の視点から、まあ、考えてみる。男性と女性でその行為を持つ、まあ、パーソナルスペースが違うので女性の方が、まあ、大体その警戒はあんまないで、男性の方だと、まあ、逆ですね。男性がすごい広くて女性はまあ、家を守らなきゃいけないのでめっちゃ狭いんですよ。なので女性は大したことない距離でも男性は広くパーソナルスペース取ってるので、なんかちょっと近づかれただけで席が隣になっただけでちょっとドキッとしちゃう、こいつ俺に気があるんじゃないかなみたいな感じになって、まあ、意識しちゃう。でも女性はその気ないから、まあ、告白されてもなんでうちなのみたいな感じになってすれ違っていく悲しい男女の差がだったりとか、あとダイエットブームの低減だったりとか、まあ、あとは野球がすごい好きらしくて、まあ、堀内監督はなぜヘボなのかっていうところもあったりして、まあ、野球ファンにもおすすめだったりします。で、私が一番しびれたのがちょっと古いネタなんですが、北京五輪を予想してみようっていう、まあ場面があって、北京五輪はまだ始まる前にこれ書かれていて、まあ、金メダル何個取るかっていうのを予想してるんですね。で、ちょっと文章読ませてもらうと、まあ、ちょっと柔道部門のところも抜粋をするんですが、男子柔道に限れば東京大会からアテネまでの金メダル獲得数の推移は3334122333である。4個獲得したのはロス五輪、東側の国が出なかったから割り引いて考える必要がある。つまり東京大会から奥に、大きな変化はなく、アテネにおいても過去と同程度の成績にとどまったと見ることができる。問題は女子柔道だ。バルセロナからアテネまでの推移は0155で、これは大躍進と言えるだろう。で、しかし男子にしろ女子にしろ北京大会もこの調子でいけるとは思えない。アメリカが力を入れてない競技は中国にとっておいしいわけだという感じで、こう今までの成績とプラス世界情勢を見て、まあ、プロジェクト立てていく。で、東野さんは8つ金メダルを取ると予想しました。で、結果ちょっと調べてみたんですけど、実際に金メダル日本が取った数は9個だ。もうだいぶ近いんですね、もう誤差の範囲で。こういう、まあまあ、実績もあるので、まあ、読んでしびれてもらいたいなっていうのが、まあ、私の願いです。で、あと最後その本、まあ、
電子化とかしてますけど、それについても触れてたりして、まあ、本好きにはたまらない考えさせられる一冊なので、ぜひ読んでみてください。以上です。はい、ありがとうございました。では質問のある方は挙手をお願いいたします。私、東野圭吾さんは小説しか読んだことがないんですけど、はい、東野圭吾さんは私の中で社会派系の重たいミステリーと、ブラックジョーク系のなんか名探偵のオテッド8系っていう2つの私の中のジャンルがあるんですけど、この場合ってなんかちょっと軽めの感じか重たい系かっていうと、どっちになりますか？そうですね、日常を切り取っているので、まあ、新しい東野圭吾さんってことで結構軽めですね。で、まあ、実際に本当に頭のいいおじさんと話しているような感覚になります。はい、ありがとうございます。それでは次の質問の方でしょう。まあ、エピソードというか、まあ、いくつか多分トピックがあると思うんですけれども、いくつぐらいのトピックがその中にあるんですか？そうですね、ちょっと今見てみます。24号ぐらいですかね。で、まあ、大体 5,6 ページで、まあ、1つ完結っていうような感じです。まあ、雑誌に連載されてたものがベースになっているので、そんなに1つは長文ではないです。はい、ありがとうございます。それでは次の質問の方、いかがでしょうか？あ、すみません、ちょっとずれた質問になっちゃうかもしれないんですけども、はい、金メダルの数1個が5皿入るとか、そういう数字に置き換えて何でも判断するのに憤りを感じる文系人間が私なんですけど、そういう人間でも読めるものなんでしょうか？そうですね、まあ、私が一番その感動したのがその、まあ、数字の予想だったんですけれども、別にその最後にちょろっとご紹介した、まあ、本の電子化、本のこれからについてっていうのも全然数字入って出てこないので、まあ普通の本当にもう数字やっていう方でも楽しめる一冊かなって、まあ、これを読んだ後に東野さんの作品を読んでもらうと、あ、やっぱ頭のいい人が考える作品ってこうかみたいな、違う文系なりの楽しみ方もできるので、ぜひぜひ読んでみてください。はい、ありがとうございます。それでは時間となりましたので、山口さんの発表終了いたします。ありがとうございます。